野田総理大臣が政治生命をかけると明言した消費税の増税法案は、民主党内の議論が週明け最大の山場を迎えます。前原政調会長は、決めるときは決めると決意を示しました。年内の閣議決定は何としてもやり遂げなくてはなりません。おのずと、タイムリミットというのはあると思っております。しっかりと党内議論を行い、決めるときは決める、そして決めたことには従ってもらう。前原氏は、増税の停止条件である具体的な数値の明記には否定的な考えを示したものの、デフレ脱却や経済成長の目標などの明記については知恵を絞りたいとして、取りまとめに向け反対派の理解を求めていく考えを示しました。一方、自民党の谷垣総裁は、野田総理が党内融和か野党との協力のどちらを取るか決断できていないとして、改めて衆議院の解散総選挙を求めました。解散をして党内もきちっと整理をして、消費税はやるぞという公約を掲げて、国民との信頼関係をもう一回作る。